그리고 잠깐 나이보です ザス ナイボ ザス まあ、いいボタンじゃないんですか？え、ありがとうございます。上から目線なんですか？光栄です。いや、あれ、まあ普通かな。まあいい感じの。なんでみんなそんな先端さんに厳しい？普通のボタンかな。まあありがとうございます。まあね、それ先端さんのボタンのことやりようがあったかなと思って。幸せです。こっちからだ。なんでこれ夏目先生入れてないんだろうみんな。確かにね。おかしいっすよね。え、もう一回いる八郎。夏目が。青、白、黒、黄緑、黄色。34567なんだけど、やば。めっちゃラッキー。今日のラッキーナンバー。あらら、はい、あらー、アルマさん、アルマさんが死んじゃいましたね。アルマさん残念です。時間経ってますけどアルマさんキッチン脇でした。中野アルマは、リアクター鳴ってる時エンジンの左上の配線タスクやりに行ってましたね。お、じゃあ左側で死んでる可能性ある？うんですね、多分左だと思います。僕エンジン長いこと見ましたけど来てないんで。千早さんで最終どこに行ってます？最終コックピットまで行けてます。リアクター中の犯行ではないです。それ以降です。そこまで診察室でバイタル見てました。なんでリアクター5です。ああ、確かに K さんがエレキ降りて今カメラ見てセキュリティのところまで、キッチンまで多分ほぼ一緒のタイミングで行ってるはずで、カメラ見てた時に先端さんがミーティングに登ったのと、エンジンを左に行く千早さんが見えたので、左側で死んでるとするのであれば僕は千早さん結構怪しいなって思ってしまったけど、しょうがないと思います。とりあえず白そうな人を言うと、右側にいた安倍夏目はまあ白そうなのかな。じゃあはい、僕右側直して最後までシャワー室行って、多分誰か見てくれてると思います。アルマさんが最終目撃、夏目先生はボタンですよ。え、アルマさん最終目撃からリアクター5の証言がないのであれば、そうそれ以降ないよね。え、ねえねえ、貨物脇でさ、ラウンジとかシャワーぐらいまでさめちゃくちゃ人いたけど、あれにアベレージさんいなかった？僕はアーカイブ脇です。アーカイブ脇だよ。関係ないよね。あ、アベレージさんじゃなかった。中野アルマさんいなかった。中野アルマは絶対左で見てる。アルマさんは見てない気する。左脇の人って多分貨物脇の人ってかなり弾けると思ってて、それ以外の脇の人東洋キッチン脇ですけど、最終貨物でアーカイブで夏目、阿部、プテさんとすれ違ってます。貨物までどういうルートで来てます？セキュリティ通ってメイン、シャワー、アーカイブ、貨物で、シャワー室でさらに先端メイヤーのお二人とすれ違ってます。OK です、OK です。エンジン脇リアクター直した組の行動をちょっと聞きたいかな。そこから結構。じゃあボタン押します。自分が押します。はい、自分が押しちゃいます。ほい。ちはやさんが死んでる。エロチャンプテスさん、センタンさんが上がってくの。はい。はい。あ、アベレージ浮いてるんで。あ、何を？カメラ？弁当見ました。あ、弁当。多分不定。え？おう。ちょっともうちょっと詳しく。あ、下位置。はい。あ、じゃあ下位置からミーティングルームのボタンの下。3人同時に上がっていくの見てるんで、セルフではないです、まず。はい。全くセルフじゃないし、何の疑いで弁当を疑ってきたのか聞きたいわ、逆に。シャワールームとメインホールって自分移動なんですよ。はいはいはい。で、メインホールの一番右側、いたじゃないですか。いた。その時に自分、メインさん煽りに行ったんですよ。はいはいはい。メインさんの前でダンスしてたら、メインホールの弁当が開いたんですよ。俺見えなかったわ。あ、そうなん、開いたんですよ。で、自分がメインホールから、メイヤーさんの部屋に入るところでプテとすれ違ってるじゃないですか。すれ違った、すれ違った。ああ。で、それを見て、シャワーからメイン行ったんだよ。あ、そう。それを見てすぐにエンジンルームに走ったんですけど、東屋さんとはあったんですけど、で宿舎前で走ってって感じで。ごめん、全然わからない。どういうことどういうことだから。あ、まあでも僕が弁当使ってないのは先端エロちゃんあたりが寄ってくれるんじゃないかな。僕メインから来てでしょ。メイン入ってどっか行ったってことですか、夏目先生。あ、メイン入ってどっか行ったんだと思う。メインの弁当が開いたから。一緒に行ったんでエンジンから。そうそう。宿舎前にプテさんが出てるって話だよね、夏目先生からしたら。それを先端さんとか今一緒に上がったんでしょ、プテさんも一緒に。うん。だったら。そこが違う。もうちょっと宿舎前の右の扉をプテさんは開けずにエロちゃんに任せっきりだったので一緒に行ってました。じゃあごめんなさい、勘違いでしためちゃくちゃ。でも弁当はシーツは弁当は見たんですよね。弁当は見たんだ。オッケーオッケー。僕の夏目先生は弁当は絶対見た。オッケーです。見たのがメインの弁当っすよね。はい、メインの弁当です。めちゃくちゃ人がいた。ちょっとさっきの話をしましょう。せっかく下発見したんだから。うん。はい。あ、じゃあちょっと僕、アベレージ浮いてるんで話します。貨物室あたりで、タスク結構序盤やってて、プテハスさんと何回かすれ違ったんですよ。で、その、はい。プテさんは関われないと思ってますよ、僕。あ、よかったです。じゃあ、それでは。東屋さんは？東屋は通信室を直して、で、すみません、脇位置忘れちゃったんですけど、左側からほぼ出てないですね。通信室直して、エンジンルームで夏目先生と合流して宿舎前に行ったっていう経路です。うん、だから実施で東屋さんも無理なんですよ。カビラなんで浮き位置っぽく見えますか？多分位置がどこかで次第です。あ、センターエロちゃんも弾ける。はい。3人同時に上がってたのも本当です。K さんの言う通り。うん、カメラ見てたのは本当っぽいなと思ってて、アベレージさんを右で見ていたのも本当っぽいなと思ってて、はい、あ、ほんと右で見てたのは間違いなくて、はい、千早さんってさっきボタン押しますって言ったから、結構すぐボタンを押しに上がってると思うから、割とその、キルクール明けすぐぐらいなのかなと思ってて、昇降機なりましたよね。あれ、なってないか。一応じゃあ、整理させてもらいたいんだけど、僕がアーカイブから、昇降機のダウンロードをやった後にアーカイブで夏目先生と合流をし、メインホールのシャワーを浴びている時に、夏目先生が来て、そのタイミングで弁当を見た、でそのタイミングで岸さんが、カメラを見ており、他3人がいるってことはかなり浮くんじゃないですか、反抗できる人って。今まとめたんですけど、夏目メイヤ東やプテ先端エロちゃんまでが確実無理なので、アベレージさんと筆記会計算をローラすればいいです。まあ浮いてるんで、それでも。アベレージさんどうやってでも、ミーティングで。一応僕、その後行動話すと、診察室の方行って、で、バイタル見たら黄色が死んでたんですよ。で、そのまま電気室行って、電気室から出てないです。だから優先的には7時回計算。でもいやカメラ情報があります。ランプついてるの誰か見てます？いや時間軸的に可能だと思いますよ。その弁当可能っていうのは最後なんで。でもメイン通ってたら多分僕とか夏目先生すれ違うんじゃない？そう夏目先生。シャワーの中いましたよね二人で。アベレさん死ぬんだ。アベレさん死んでるんで。メイヤー K の二郎です。いやー。メイヤー K 二郎。なんで？昇降機の左側で、僕と、誰だっけ。一緒に入った人がメイヤーさんに殺され、で、僕はその殺されてるのを見ながら上に上がったら K さんと死体があったんで、二郎です、ここの。7時間 K さんとアベレさんがずっといたのは、もう自分死認しているので、はい、じゃあまず K さんからで K さんと先端さんとも僕は、今宿舎前から、エンジンルームに行ったタイミングで通報が入ってそれなんで先端さんが一緒にやるっていうのを見たのでどっち入れました？1個だけ僕入れるさインポスター両親で優しかったんですよ千早さんが僕ベッドの中に入っててボタンを押したタイミングでバグでピコッと出てきちゃうんですよ。じゃあ林さん言わないでいてくれててなんでキルせざるを得なくって切りました。なるほどね。すいませんでした。戻してください。エモギルね。エモいな。そう優しいから口封じと思って切れちゃいました。すいませんでした。エモいな。言いたいことあるんでって言った瞬間に猶予くれてるって思いました。そういうことね。ということでだからボタンを押しながってたのか。そうなんです。殺してください。僕がインポスターです。相方は夏目で大丈夫ですか？相方は夏目先生ですね。夏目先生殺した。夏目先生追放したいので、僕右側にボタンを押してるんで右側に湧いて停電とリアクター直します。はい、でボタンを押せる人はお願いします。マジで千早さんありがとう。もう優しかった。ナイス。OK。開けますよ僕が。殺される。お肉亀なれ。肉亀なれ。はい。まあ、ローラーすれば終わりなので。はい。まあ、天命屋まですればいいんだよね。じゃあ、先端さん。じゃあ、僕はこっちに入れちゃおうかな。なんでなんで僕に集まるの？人気投票、人気投票。おかしいよ、こんなの。人気だよ、僕より。そう、人気。めっちゃ泣くじゃん。ナイスナイスナイスゲーム。素晴らしい。めちゃくちゃ気まずかったんだけど、はしご登ってる最中。どうぞと思って。いや、あれね、ポトしてください。何来たかやべえと思って、無理って、先頭さんに許しかないなって思ったよね。メイヤーさん、先に逃げてと思って、僕、上にずっと仁王立ちしてました。どうしようと思って。どうしよう。いやがしかも見えてなかったらしいです。ベントぴょこって出てきた。あ、見えてなかったんだ。見えてなかったです。心当たりのない優しさ。何を言いたかったんですか？なんか言いたいとか言ってました？自分。あ、言ってないか。なんかすごいボタンを押したそうな姿勢だったから。何かすごく言いたいことがあったんだろうな。容疑者一致だったからじゃないですか。そうです。はい。あと行動を言ってなかったから。はい、自分の方が絶対いいな。なるほど、なるほど。なんかちょっとこれと噛み合ったんですね、K さんの弁当のくだりが。もう、あ、すいません、見られちゃいましたよねと思って。いや、俺があれだな、キルセルフで速攻で出てきたな。ああね、なんか迷いますよね。あそこで全部キルするか逃げるか。キルが見れないと思うから。ね、あれは迷いますね。申し訳ない。いや、でも LINE 繋いちゃいましたもんね。計算最後笑ってたのが面白かったですね。もう笑っちゃってたから、もう先端3地点も両老確定してるから。一瞬で確定しちゃった。下でメイヤさん殺して上で計算をバレにしてる。すごいね、先端さんアトラクション乗ってる気分だったでしょ。うん、そう。次々に殺害が起きるのを乗ってる最中に。今日なんかはしごのせめぎ合い多くない今日。そうですね。全然逃げなかったから真っ二つにしちゃいましたね。残ってる切っていいのと思って。確かにと思ったらなんか下から二人来やがったどうすればいいんだってなって。まあもう目安あれするしかないですもんね。うん、あれするしかない。それかもう最初のやつリポートして計算だって言うしかないですもんね。言うしかない。あ、だから一番正解としては先端さんがトヤさんをキルして速攻レポートして上に上がらせない。そしたら K さんのキルって言わない。そう。夏目先生して見えてたんじゃないですか、アベレージさんと K さんがいたの。あ、どうなんだろう。あ、アベレージさんが死んでることから K さん釣りにはなったかもしれないね。そう、なんでずっとついてってました。まあ、そうですね。おお、ナイスさんだ。ありがとうございます。いやー、やるな、アベレージさん。素晴らしい。2人でミーティングにいるときに、ね、ちょっと怖かったから逃げて、小学級に待機してたの。お土産すかする気なかったっすね、あの時。じゃあ行きますか。さっきバチバチやってたメイヤさんとケイさんの激アツインポスターだったので、今日の敵は今日の友。面白い。アトラクションしちゃったね、2人で。